こんにちは。今日もこの糖質制限の食もどきのレシピ、この中から一品いきたいと思いますが、なんと牛丼です。白菜で牛丼。ちょっと白菜というのがちょっと何気に心配ではありますが、白菜をご飯にして牛丼を作っていきます。頑張ります。牛丼の材料、もちろん牛肉です。大きいやつしか売ってませんでした。楽しみでございます。早速白菜の茎の部分を細く切っていきます。5-6mm ぐらい、このぐらいですかね。このようにまず切っていきます。このように切ったやつを今度は横にご飯粒大に切っていきます。白菜ご飯ができてきましたね。みずみずしい、うん、白菜ご飯、ご飯粒できました。これを茹でます。 1-2 分茹でます。わ、結構つきますね、ボウルにね。はい、玉ねぎ、長ネギは 5mm 幅に切ってあります。こちらを入れます。煮立ってきましたので牛肉を入れてきます。ワクワクしてきたな。なんか牛肉はあの肉巻きおにぎりの時以来ですね。あれも美味しかったからな。はい、これが白菜ご飯です。それと監督、これ牛丼美味しそうですね。盛り付けていきます。汁だくですか。汁だく、ちょっと汁を多めに入れたいと思います。ほほー。でこれに紅生姜ね、ちょっと多めに入れちゃうかな。よし、白菜で牛丼完成しました。久々の牛丼、いただきます。ちょっとドキドキするな。うん、うん、うん、うまい。さすがにね、そこ白いご飯とはもちもち感はないんであれですけど、これはこれね、シャクシャクいきますね。シャクシャク、白菜が結構食感がいいです。すごくある意味別物、別物ですね。だけどこのやっぱりね、牛はね、監督、そこら辺のチェーン店の牛と違いますよ。これ厚みがあってね、肉にうまみがありましたね。褒めどころ違いますか。あ、すいません、星2つ半かな。ごちそうさまでした。